ゆっくりしていってね。バイダイ生き物大図鑑クワガタ、その6。どうも皆さんこんにちは、秋です。人気の平田クワガタが登場です。ラインナップ&アンボクシング、平田クワガタ。パリ二股クワガタ。プラネットミヤマクワガタ。ノコギリクワガタ本土黒。ノコギリクワガタ本土褐色。以上全5種類。ヒラタクワガタ。昆虫高校注目クワガタ虫科オオクワガタ属ヒラタクワガタ亜種。待望のヒラタクワガタ登場です。全長120ミリ、17箇所稼働。実物は40から90ミリくらい。ヒラタクワガタは平べったく見えるだけで。意外と厚みがあるよ。ウプ主の個体は、触覚が取れやすかったのでご注意ください。こちらは3のオオクワガタとの比較です。顎や可動部ジョイントが、回を重ねるごとに改良されています。お見事としか言いようがありません。パリ二股クワガタ。昆虫高校注目クワガタ虫科二股クワガタ属。全長100ミリ、17箇所稼働。スマトラ、インド北東部に生息。別名セアカ二股クワガタ。全身に褐色の斑紋があります。プラネットミヤマクワガタ。昆虫高校注目クワガタ虫科ミヤマクワガタ属。全長120ミリ、17箇所稼働。実物は32から88ミリ。中国雲南省南部、ベトナムに生息。細身の体型がアジアっぽいですね。先端部に丸みがあるのが特徴的です。ノコギリクワガタ本土黒、褐色。昆虫高校注目、クワガタ虫科ノコギリクワガタ属。カラバリ2種。日本国内に広く生息。造形は良いですが、黒い方はハズレアソートになってしまいました。褐色の方は、アソート率が少ないです。心臓系か、前回と同じ金型でしょうか。ちょっと違う。顎の形は、前作の方が好みかも。ところでアマゾンで見つけた中華製のフィギュアコンテンツなんですがね。クオリティが高く、技術的に日本製と同等か、すでに追い越されているのかもしれませんね。シュライシやパポにも引けを取りません。中国のフィギュア産業は、世界中のフィギュア製造の下請けをすることで、技術を習得、めちゃくちゃレベルアップしてしまったんではないでしょうか。昆虫系フィギュアも日本に負けておらず。涅槃スタジオ。本物にしか見えませんが、これどうやって再現してるんですかね。気になるので試しに1個購入してみました。海外から届くので、1週間くらいかかります。どうでしょうか。かなりヤバいクオリティです。標本を丸ごと型取りしたんですかね。口ひげの素材感がリアルですが、これどうやってるんでしょうか。材質がゴムというか、柔らかいです。ゴムヘビー。すごく柔らかいのでビビるんですが、これって正規品なんですかね。生き物大図鑑と比較すると、やはりコストパフォーマンスと、可動域の気持ち良さを考慮すると、バンダイの勝利と言わざるを得ません。しかし中華製フィギュアの品質も上がってきてるので、ちょっと目が離せない、今日この頃です。ご視聴ありがとうございました。